中に言うな。これ自分のヘルメットかどっかからか。戻りました。よいしょ。どこからの匂いだこれ。立ち見が今の止まってる。ヘルメットかな。カレー草さんまた軽量化しちゃいました。ほい、よいしょ。どっかこれか。どんな、違うな、タバコの匂いじゃない。なんか一瞬吸えたような匂いが、吸えた匂いが。そういう、いやそういう匂いでもないですね。いやでもあまりしなくなってきたな。またまあ行きましょうか。行けるのかな。じゃあお待たせしました、行きます。あ、そうだ、 FM より試すんだった。自炊用品結構拭いてるんですけどね、ちゃんと。っていうかもうそれ送ったし、 FM よりを試しましょう。まあラグひどくなったらまた普通のに通常走り戻します。じゃあやってみます。あれ出ない。563563、違う。ああ再接続。再接続が、あ、いった。カブトムシ、若干カブトムシ方面かな。ここは野辺地駅です。すっきりした。待ち合室は5時半からやってる。あ、自動電池はオンのままです。大丈夫です。よいしょ。あ、すいません。長い駅舎。あ、釣りありがとうございます。ますね。よっと、やっぱりフォークが落ちるときは衝撃あるな。フロントサスペンションありよりは。こっちは、ああ観光物産 PR センター。なんかゆるキャラっぽいのがいるけど、顔があんまりゆるっぽくない。顔が昔の少年漫画風だった。カブトムシするかな。のへじです。さて、ガンダム。荷重抜き罰銃。ホームセンタースーパーラスですかね。ちょっと待ってください。ルートはこれでいいのかな。これでいいか。右側、よっと。一応予定ルートはもう
立ててるんですけど、アップダウンが少ないように確か立てたと思うけどな。そう、ちょまげです。あだだだだだだ、あー、いでー。ちょっと立ちこぎするとすぐこの筋肉痛というか、チッ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 なってんのはあのペダル周りだと思います。なぜミサイル、ポジション、足の痛みですかね。いや、これいつもの痛みです。うん、腫れてますね。男なら、え、ダンシングは男らしくないですか。いや、ペダルいつもだいたいこんな風になるのが多いですよ多分。はくさ、予定ルートをご覧ください。それで通るとこなら、空気入れてないですね。一応確認はしてたんですけど、ダンシングが甘いか、いろいろな縛りがあるもんだ。会社関係ない。ん、淡路島、淡路島のあのカチカチはまた別で、あれは自転車自体がダメになってました。フレームが、フレームにひび入ってたのがあの音です。ん、何が面白い状況、ケツは腰浮かして走るぐらいですかね。あとはポジションを、尻ポジションを変えながら、尻ポジを、お昼どうしますかね。もう自炊道具を送っちゃったから、補給食のパン食うか、そんなメロンパンとか、あの大福とか丸々残ってるんですよね、昨日ドラッグストアで買ったやつ。ヘルメットはスピーカー壊れたんじゃなくて、あのマイクは壊れました、ピンマイク。おはようございます。あれも注文しとかなきゃな。名物、うん、今のは、うん、会社の広告映んないじゃないですか。サドルカリフラワーとサドルブロッコリーネタ聞き飽きた。うん、あ、何がどんな感じって、おにぎりもらう、モンタヨシノリ。うん、1日経ったら、あ、パンですか、本物の。それでもいいですね。青森駅の近くの、新青森でしたっけ、青森でしたっけ、の近くにその大元の店があるらしいですね。で、ふつふつってことはまた通常に戻した方がいいかな。わあ、車社会して帰ってた。帰ります、帰ります。ママヤ、ママヤ。今日放送、そうです。早めに移動してます。キャンプ場。熱、ああ、PC が、あの、放送が止まってるって話ですかね。またハッピードラッグだ。多いな、ハッピードラッグ。あ、おはようございます。ナスさん、おはようございます。北大って。北大って。なん、北大って何？パチンコ屋さんがやった。おはようございます。パチンコ屋さんの名前が北大。ナマコですか。ナマコ食わず嫌いで食ったことないんですよね。電波、挨拶答えましたよ。通常にしましょう。ん、ホタテの日、うん、大島、ああ、あそこですか。あそこ昼だとちょうどいいかな。うん、あれの後に坂があるんですよね。
予定移動距離最大90キロ。FMLE を落として、ボリューミングはどこだろうか。通常配信のオンオンでこれでいいかな。これでいかがでしょうか。上り1キロ、0キロ、16キロ、3キロ、21、100、あ、上がり始めた。でもまあ100から60からそのあたりだな。今音声だけですよね。今止まるなってのが聞こえました。うん、あ、青森駅の方ですかね。貝殻で水着配信うん、鈴木、これで、うん、初見さんかな、いらっしゃいませ。うん、通常配信で行きます。うん、今の中古屋さんですね。よっと、ブーストバッグはちょっといつもより重いから、シリフターもでかいな。はあ、これで、うん、望まれない。いや、 100% そうとは言わないですけど、はあ、特になんかおかしなことやってるわけじゃないですから。そう、那須丸半島の最後の峠ですね。うん、普通のというか、あれは車社会的にだと思います。私は鳩からか、んどのくらいで、はあはあ、そうですね、昨日出てきました横浜町、はあ、出品が、はあ、青森のホタテ屋さん、はあ、この辺りなんか私的にはこの辺りが普通に見えるな。さっきのあのドラッグスターとかあるあたりは 10kg、 ああいい感じですね。スピン、あ、振り返り放送は、うーん、できれば明日からですけど、明後日からかも。あ、無理、あ、車少なくていいな、こっち。駆動パン、駆動パン 10g、 汗かいたら 10g ぐらいは一瞬ですね。そうですね、でここからずっと行って那須泊半島回り始めて、で大島で昼飯食って、そこから峠越えか。新聞ニュースこっちは見てないです。うん、本当に今見れてなくて、見れてじゃないな、見てないだな、このインターネット時代に。それから、と思うと、うん、うん、電車は新幹線3時間台、うん、ああ、那須泊電波ちょっとわかんないです。那須泊電波あるのかな。まあ行ってみればわかりますよ。ないというところでもあったりするし。マリオさんはツイッター見てればわかりますよ。ん？何が調子乗りすぎ？私が。
おはようございます。今朝は早めに出てきました。面白い。あ、信号したせいです。その指摘も結構多いですね、コメントで。そんなに目立つもんかな。批判、批判中です。そうです、すいません。自宅、会社に、まあ何吹いて、今年は暑いです。若い女性、クロスバイク4万だったらあるでしょう。ゴミ野郎、喧嘩すんなてめえ。ごめん、そうですね。これは Wi-Fi というか、フォーマの電波をルーター返して iPhone とか PC からつないでます。よっと。5万ぐらいが買えますよね。ジャイアントのエスケープシリーズなんか鉄板ですね。5万ならですよね。RX とか。あのエアーっていうのはどうなんでしょうね。軽さが売りのやつ。今でもフォーマ回線がこっちの方がいいです。何した、愛蔵が、ラーメン週に普段はどうかな。継続ください。延長か。さっき確かに聞いてなかったですね、一回。これはクラックではなくてペダル回りだと思う。延長は、できてます、大丈夫です。お茶ない。天気雨。よろし山アライブ、自転車出してるんでしたっけ。なんかホイールの義務のイメージはあるんですけど、あれ4号合流かな、そこは。びっくり。そうですか。帰り持って、ホスありがとうございます。輪行でこの荷物全部持って帰るのは地獄です。持って帰る人いますけど、やっぱり台風の、そうですね。おっと、疲れたらいいか。ガレーっていうブランドですかね。プレペット車、すごい、トド、テザリング。字で。あれ、六花ポッカ。あれ、六花所村のやつですよね。トトロと、なんか、何が混ざってんだろう、あれ。トトロとなんか混ざったようなキャラクター。くよくよかな。カバ。カレーパンダ懐かしいな。よいしょ。いだし、そんな状況ですか、このあんまり盛り上がってないと思うんだけどな、ここ。今日のこのなんかイベントはそんなに多くないし。バラネン、日本元年か。
ニョキで、バッソ。よっ、と、と。あ、悪気。青森まで直行したら39キロ。身軽になりました。直行して2時ぐらいか。すごい。青森1回目です。初めてです。こんにちは。お兄さんですよ、お兄さん。39キロ、私になったら4時間ぐらいですね。4時間。山西温泉で、ん？最終日だからっていうのあるんですかね。恐れずに行きました。結構イメージ通りだった。イメージ通りなのは横にある火山の荒涼とした河原かな、河原っていうのかな。そう、お兄さんと言われると41歳の私は嬉しいな。サークル系かと思ったら西浜燃料だった。若い若い、うん、私のせいで。どこへ。声が若いってのは意外ですね。うん、タコ5時に3時、曹洞宗、スキー場、平内町、平内じゃなくて平内町に入ります。見えないな、こっちも夏でございます。もう暑くなってきた、ああ感動が。なるほど、確かにそれ。ここを走る、ここですか。まだ国道には合流してないですよね。下北半島はだいぶ回ったな。35度は関東の方ですかね。こっちは32度とか3度とか、昨日温泉でおじいさんおばあさんたちが話してました。あ、8月に今回珍しく、私にして珍しく、ちゃんと先端の方は一通り押さえてきました。大間崎と普段全くしないんですよ。29度、今の気温29度でございます。暑い暑い。まあでも真夏の神奈川県の朝ぐらいの気温だな。あ、来た。風は、まあまあ、風受けてりゃまあまあです。そう、9月半ばでかなり珍しいらしいですね。あ、宮崎行ってきました。ノータイで行きます。今の時期は帰ると。そうですね、日本海側、冬、キャンプ道具で自炊も送っちゃいました。宅急便で送っちゃいました。お、ん？どこに自転車を置ける？私のマンションというかアパートというか借りてる場所だったら一応入り口に入れられるけど狭い。青森のリンゴはまだ時期じゃないですよね。
でも 100% ジュースうまかった。一晩で1リットル飲んじゃいました。あ、地元の方いらっしゃいませ。今の辺地のあれはなんて書いてある？カリバサワ漁港です。どこに自転車、会社の方って話だったらないですね。今日今軽量化済みです。ならばその宣伝ん何がんスピード、あー追いつかない。自転車通勤してないです。傘気味。あ、びっくりした。今バッテリーって言われた瞬間にもう切れたかと思いました。外部バッテリーはいつまで持つか分かりません。それが切れると残り2時間ないぐらい。プランプラス飲み放題。電源窓側と前方だったらありますね。前方後方、あ、ライダーハウス。まあでもあれ本当ありがたかったです。発電、アンドロイドだったら結構もう自転車の発電でバッテリー寿命伸ばせるぐらいにはなるのかな。夕方6時、ああ。まあ帰り着いても駅からはそんなに距離ないんで。ソーラーパワーのはちょっとまだ全然ですね、ありゃ。あ、ではではありがとうございます。アシスト付きだと制限が大きいんだよな。20キロちょい。今少しだけ上がってます。荷物軽くなって。カリバザワ駅一応見ていくか。20キロぐらいは出てると思います。太陽電池、駅どこ。天気いいとこです。カリバサワ駅はどこだ。ここからか。あとお茶が切れたんでどっかで飲み物補給しないと。500ミリ茶がいいんだけどな。500ミリの紙パック茶が。よいしょ。駆動パン今のところ。よいしょ。カリバサワ駅。よいしょ。頑張ってありがとうございます。カリバサワ駅、なるほど、似てるな。駅には、青い森くんの横から見た。横から見た図がある。珍しい。こうやって見るとなんか、また列車見えてしまうな。9時24分って書いてある。あれか、遅れてますね。汽車だと思います、多分。お注意ください。ちょっと降りますか。また撮影ですね。車両3両じゃないかな、さっきまでの実績でいうと。よいしょ。初の、スリーリンゴがある。うまそうだけど、さっきジュース飲んだばっかりだしな。補正単位。JR、ここは今青い森鉄道って、あの第三セクターなんですかね。下りなら、あ、ですかね。
よいしょ。よいしょ。おお、来てきた。あ、金太郎。金太郎っているのか、桃太郎だけじゃなくて。へえ。いや、貨物列車でした。金太郎って書いてありました、今。動力車のやつは。え、下り列車が来ました。あれですか。え、今の。ちなみに貨物車両はですね、昨日道の駅に泊まってたら結構な数走ってましたよ。桃太郎っていう青い爆音、青い貨物引っ張り車両があるんですけど、うん、金太郎っていうのが今走っていきました。よいしょ。カシオペア、へえ、よし。フレートライナー。お、岡山から、え、ちょっと待ってください。で、昨日は六ヶ所村とか横浜町とか、ちょっと待ってください。また GPS ハングしてるよ。なんでこんなハングするんだ。ちなみにこれはカラフルなエネループ8本1500円で通販で買いました。でもエネループはカラーバリエーションを高くするのやめてほしいです。普通のと同じ値段でいいじゃないですか。どうせ限定なんだから。ファームアップ、ああでもファームアップできるかな、これ。ファーム改造しちゃってるからな。七戸、おう、エネループは結構種類あるんですよね。麦じゃないな。月は誠夜、ああその寝台列車がってことか。うん、晴れてます。こっちは500の紙パックじゃないかな、コンビニで。うん、エネループプロ、エネループラ確か500回なんでしたっけ、使用回数が。無駄に趣味にん、そまで。でも確かこっちの人は話好きなのと親切な人多い感じが、まあ今回私が親切受けてるからのあれですけど、コンビニまあ少ないの分かってます。ん、エネループサイキングリング記録は、まあ、私のホームページにだいたい大雑把に網羅されてる感じかな。ん、風呂二手カオス上りになるんですかね、客が。あーですかね、昨日の夜東北町の、あ、お疲れ様です。チキザン東北町夜街を徘徊してたら、なんか集まって騒いでる人たちがをいくつか見たんで、ホームページあります。ロボさんで検索すると何番目かにホームページがあります。うん、貝柱、あ、ロボさんだけで検索できます。あ、マックスバリュー、マックスバリューは500の紙パックとかないですよね。あ、旅人更新動画だけは追加していってます。うん、そう、知らない人からですよね。まあフェリーの時とかなんかは関東から来た人多かったんですけど、本も白鳥、白鳥、スパーだからある、サマブ、あ、フェス、さっきのリンゴでしたね、確かに。そうそう、なんかリンゴだなとボケと思ってたんですけど、
お、上り。あ、松山誰？特急白鳥白鳥？白鳥？あ、海沿い。夏泊半島を回るつもりです。安全。三沢、全然三沢の基地っぽいのないですね。そう、一番上に出るのが、確か今はどれだっけ？コミュニティだっけ？どこから？今日10日目なんですけど、秋田県の能代からずっと海岸沿いに来た感じです。結構海岸沿いに来れてる。で、フェリーで津軽半島から下北半島に渡って、タッピ崎からフェリー乗り場に行くときに半島一つショートカットしてますね。私が住んでいるのは神奈川県横浜市です。何の話だ。ちょっとまた走りにくくなってきたな。今回6、70キロぐらい平均で走ってますね、1日に。私にしちゃそこまで平均的に走ってるのは割と走ってる方なのかな、どうかな。一昨日は100キロでしたね。お、いらっしゃいませ。今日いい天気です。よっ、立て。わあ、結構でかい穴があった。100キロの時はまあ下手に近かったですけど、道路の、貝の王様ホタテ、10日で、いや、10日で走るって、これ結構自転車乗りの中ではかなりゆっくりな方ですよ。そう、100キロ頑張って。でも100キロ行ってなかったかも。お、わ、危ねえ危ねえ危ねえ。今サムアップして、サムアップ返したら何か踏んだ。あれ、こんなとこにあのラーメンショップが。危ない危ない。サムアップし返したら何か踏んだ。ん、差し入れ。こけたことは最近ないですね。何踏んだんだろうな今。金属缶なのかなあれ。津軽富士登ってないってどこでしたっけ、津軽富士って。津軽富士って津軽の 根元の方にある、あの白神山地から少し離れて右上にあるやつですかね。弘前の近くのライダートラップ。岩木さんラーメンショップ、パン粉はしてればすぐ分かります。あ、立ち見が。暑いけどそこまで暑くないな今のところ。暑さとしてはまだガリガリ君は必要ないぐらい。まああったら食べますけど、今そのガリガリ君にが最高に美味しいっていう、あの猛烈な暑さじゃないですね。ホームページ、そうですね、あ、長いんで、ただ単に Google の検索順位が上にあるだけで。横浜出身、そう、ガリ日和では。風はまあまあ涼しいです。当たり回数ゼロでも当たりは1個持ってる。あ、塩飴さんという方から、あれどこだっけ、あの八甲線沿いのあそこはどこなんだっけな、なんか小川町かどっか、その近くあたりで、あ、映像が、反応からでしたっけ、あれは。反応。この辺りの道はあんま良くないですね。これも国道に合流してたのか。デイリーがある。
ちょっとお茶買ってきます。しみえやったって、なぜその声が聞こえる。こう、うん、ちょっとデイリーでお茶探してきます。ひたすら、そうですね、あんまり立ち寄るところ予定してないですね。ここ立ち見って言ってるってことはアリーナです。そう、麦茶に目がないです。麦茶本当にうまいですよ。キングオブドリンク、ドリンク。チェコマではありません。北海道じゃないので。やったよ、いしょ。玄米ラーメン麦茶で作ったことありますね、三瓶さんで。よいしょ。チェシオヒゲの話、選挙打たれてる。じゃあ買い物してきます。グリーンティー、うん、怖いな。じゃあ行ってきます。デイリーさんにはがっかりです。デイリーさんにはがっかりだ。緑茶、ウーロン茶、ほうじ茶はあって、麦茶がないってどういうこと？デイリー山崎です。がっかりだ、麦茶がないなんて。ほうじ茶、あ、延長ちゃんと動いてましたかね。あ、うるさいな、これか。フロン回収破壊法。じゃあ、まあ、ほうじ茶が比較的近いかなと思って。ん？ほうじ茶が売り切れたのかも。あ、延長系ですか。ありがとうございます。茶系飲料。麦茶の美味しさだけは群を抜いております。あと危ない危ない。あ、暑い以外真夏じゃないですか。ああ、緑茶、あの、確かに、いや、うまくないくはないんですけど、麦茶の美味しさだけが特別美味しいんですよ。もうどう思ったじゃないですか、特別美味しいんですよ。
じゃあちょっと道の駅で汲んできた水は捨てて、ジャスミン茶、サンピン茶ですね、沖縄でいうところの。おっと、ここ指で触ってしまった。小湊麦茶中です。鳩麦茶ってどう違うんですかね、よく知らないです。香ばしさ、え道じゃない、こっち店内で。ああそうだ、補給食を今消費しておこう。よいしょ、食べの予算はかなり安く済んでますね。予算はもともと用意してない、計算してないんですけど、何を食べるかというと、ですね、あそうだ、ついでにゴミ捨てさせてもらおうか。一応こんだけしか買い物してないけど、ドカン、補給食、これは違う、これはマルザスさんからもらったやつ、いつも、時々たり、あれ補給食の袋どこ行った、補給食袋どこ行った。そう、金がうなってますね、金はうなっているのよ。あれどこ行ったっけ、あれこっちだっけ、納豆せべ確か入らなかったんで、あったあった、そうだ、補給食と電子機器を一緒にしたんだ、補給食袋に電子機器入れたんだった。あった、わあ、圧縮されちゃって、まあ函館メロンパンが圧縮されちゃって、まあキャリアのどうだろう、2、30キロぐらいいけるんじゃないですかね。ペライペライよ、このバッグは今回初めてです。さて、薄くなったメロンパン、よし、マスターパン、大福の方もどうにかしなきゃまずいな。B70、 メロンパンとほうじ茶で、音がするのはエアコンかなんかの音ですね、室外機の。サイダーですか、なんか甘い甘い同士であんまりな気がしますけど、どうなるんだろう。あ、そう、ハッピードラッグで買ったやつですね。ほうじ茶とはやっぱり冷たいもの美味しいな、ほうじ茶のくせに。メロンパンそもそも補給食向いてないですね、飲み物大量に消費してしまう。メロンパンなんか流行ってましたね。ほうじ茶ごときが、幸せ、いや特に、盛岡もメロンパンあるんですかね。盛岡、
盛岡確か今朝道の駅で話しかけてきたお父さんが盛岡から来たって言われてたかな。で、スタンス踊り見ましたよとか言っときました。過去にいた経験を生かして。自転車では渡れないですね。メロンパンナちゃんはちょっと性格を知らないので何とも。フェリーだったら行けますね。マルザさんは函館からフェリーで青森行って、でそこからおととい横浜町まで走ってこられて合流しました。アンパンミュージアム知らない。横浜ですか。ジオさんが名前出すのは迷惑にならないのかな。いいかも。宇宙の口ですか。かも。私はラーハクぐらいしか知らないですけどね。新横浜の。じゃあちょっと、ランさん行く。あ、そうだ、ゴミ箱あっちか。そうだ、まあ準備してから持っていけばいいんだ。鉄道そうでしたっけ。思ったら、ただバラしたら袋詰めしたら安くなりますね、大体フェリーは。よっと、いよいよですね。違う、カップヌードル、はい、ごとき、そうなりますね。買った分量よりも多く捨てることになるんで。あ、デイリーでも黒猫やってるとこあるんだ。そうだったのか。じゃあ営業所ばっかり探さなくてもいいですね。よいしょ。じゃあすいません、ちょっと余計なものまで一緒ですけど捨てさせてもらいます。軽量化した。もうちょい買い物すればよかったかな。ばらせば、あ、そして牛乳コンビニ、そうですね。から酒、さっきの営業所、コンビニでも100円確か安くなりましたよ。私はファミリーマートから今回行きは送ったんですけど、100円引かれてました。なんかコンビニさえ探せばいいのか、黒猫とかは。逆に私、佐川とか、おはようございます。佐川とか使ってこういう荷物のを送ったりしたことないんですよね。おっと。行きは、東の城だから、の城の方ですね。の城駅の近くに送りました。何がでした。くたくた。回収、集配とか集荷か。景品。佐川。もうすぐ、汚し山法人。まあ、雑かどうかは別に食われる心配してないんですけど。やった。いいな。シャリ猫。走ってますね。都会の方では自転車で。あとは台車を手で押したりしてますね。
電動あんまた今度はサークル系だ。宅急便は歩道に、この辺りの歩道は家から人が出てくると怖いですね。福山通運は確か再配達とかで時間指定とかできないんでしたよね。そもそも再配達システムってあったっけ、あそこ。鈴ということはマイカーの方はまずいのかな、ファミリーカーの方が。あ、そうだ、孤独のグルメのテレビが番組の方がまた始まるんでしたよね。いつからでしたっけ。よっと、一番最近見たのはその孤独のグルメのテレビ版のやつです。性能魚雷、あ、10月からか、ありがとうございます。ここは歩道行ってもいいかな。シード花のズボラ飯は知らないですね。どういうホール、玄関先、ホタテがまた、見晴らしがいいほどはまあいいんですけどね、見晴らしが悪くて家の玄関先と直につながっているのが多いほどは結構怖いです。あ、同じくすみさん、なるほど。サグは3時間、10時だから6時半から始めたんでしたよね。私はもう3時間半か。そろそろ外部バッテリーが切れるんじゃないかと思います。そんな漫画、あ、仕事です。で、いつの間にか海見えてましたね。朝の商戦時間次第です。見えてます。なんだなんだ、なんか運送ネタってものすごい盛り上がりますね。ライバッテリー切れたら切りのいいところで一旦止めて、ハイライトの例えば夏止まりのその大島に着いたところでやる、放送再開するとかやりたいです。ホタテは今回は刺身食ってないな。ホタテは、ホタテ、ホタテ、あ、リンゴ、リンゴ、できないでしょうね。私としては玄関に置いといてほしいけどな。郵便、郵便と同じ扱いで、一人身のものはなんか受け取るのが結構めんどくさくて。だって、郵便ありがたいですよね。うわ、そうそう、受け取り箱ないのです。ボックスとか欲しい。てか今私の郵便受けは中のバネが壊れて 100% オープンしっぱなしになってます。エブリデイ、エブリタイム満開です。宅急便、あ、営業所と宅急便近くにないんですよね、営業所。前東京都稲城市住んでた時には近くにあったんですけどね。大事な、まあそうですね。清水川駅、清水川駅、
もう沈め込んで どうだろうな、あのタイミングだったかな。よくご存知で。なんか、職場送りはやんないですね。よいしょ。清水川駅コード番号、あ、そうですね、あれいいですよね。まあ必ずってことじゃないですけど、あ、割とでかいですね。あれレンタサイクルかな。ふう、今人が階段登っていった。あ、水郡線、まあ、地下駅で私唯一駅寝したことあります。これまでにやった唯一の駅ね、地下駅。10時12分、10時台はないよな。あの人はじゃあ何で向こう行ったんだ。単なる通路なのか。枯らされてますか。今タグ荒らしもできなくしてますからね。立ち見荒らしとはまた目指さないところで。これあの青い森のキャラクターです。さっきも言ったけど、青いし森、そう JR じゃないんですよね。青い森鉄道、イカではないと思います。確かに似てるけど、ちょっとしばらくこっちの道で行けるかな。ゴーヤが確かにそうですね。ヘーベル、メガかな、メガ、青いモリモリ離して、駅前トーチってやつか。駅前食堂、ああそうですね、確かに食堂のあるなしっていうのは割と駅がどのぐらいどういう状況にあるかを示しているのかな。夏、うん、そう、青森、え、あの形が青森の形してました。だって角生えてないし。青空保育園、ゴーヤ、ああそれは気候変動でってことかな。こっちは川はあんまりなかったですね。あのキャンプの水地島の中でカニは結構食われたけど、昨日なんかは、十津川警部、そうなんだ、うん、あの青森、青い森鉄道のあの青森キャラクターは青いところの色はあのビアンキの前の色に似てますね。ビアンチェレステ、あの古いチェレステに似てます。青緑っぽい、水色に近い青緑、緑が、あ、おはようございます。輪行移動今のところまだしてないです。あ、最初にしましたけど、自宅の横浜って市から秋田県の東野城というところまで輪行して、そこから走り始めました。方向回り、方向、最近昔の方がなんか水色っぽくなかったですかね。今もまた変わってんのかな。釣りしてみるか、釣りしてフォレスト。青森まで30キロ。うわ、昔青がなかった。青がないとは。黒ってこう空の色が、空の色に合わせて
日夜科学青色 LED か。シレスト毎年変わってるのか。夏泊まり半島にはまだまだ入らないですね。あとどのぐらいの距離あるのかな。あ、このほどはほどの方がいいな。私はなんかビアンキって、あのビアンキのあの色がいいっていう人がやたら多いから、おしゃれ系のイメージだったんですけど、割と。でもクロスバイクで自分のツーリング目的に合うのを探していったら、あと店頭に置いてあるのっていう条件で探していったら、この今乗ってるカメレオンテ3ってやつになりました。消費者、ああ、証券車で、あのビアンキのちょっとクラシックな感じのやつありますよね。カワサドルのやつ、はあ、前買ったところで、前買ったのは西八王子の島崎っていうとこなんですけど、そこは買ったきりいてなかったんで、うん、最近おしゃれですよね。え、毎年、あ、チェレスで系が、そうなんですかね。夏泊まりまでどんぐらいあるんだ。あ、そんなに距離ないな。あと3キロぐらいで夏泊まり半島ですね。自転車は安くはなんですかね、辛いですね。あそこしかも職人さんの店だし、うん、もう少し、風、何ビアンキの分かりません。今乗ってるこれがどこ製かも知らないです。だいたい台湾製って言っといたら当たる確率高いと思いますけど、平均、1日平均で10キロぐらいになります。あ、ちょっと走りやすくなった。このこれは正確には路側帯っていうんじゃないですよね、この白線の外側。単に車道の余剰エリアみたいな扱いなのかな。ジャイアントの路肩になるんですかね、これ。測定器、外側線、うん、今のアーってなんだ。現在気温が27度、さっきより下がったな。今のアーは何なんだ。あ、嵐なんだ。え、なんか、あーってさっきから言ってるんですけど、これ荒らしてるんですか。読み上げる前はどういう文字列なんだろう。それから、なんか立ち見で嵐っていう、その話か。私の読み上げはアートしか聞こえないです。短いアートしたか。勝手に仕上がれ歌ってる、うん、あの読み上げのフィルターでですね、いろいろあのあらゆる繰り返し文字列を禁止したりしてるので、もう気づいてないことがよくあります。でもそれが理想ですよね。荒らされても気づかないのが一番いい。で、変な文字列読ませるためには、
結構工夫しないと今フィルター通れないようになってます。これってニコ生のサーバー側でやってくれてもいいのにな。何文字以上の文字列が何回出たらとか気がついてますかね。いや、よいしょ。測定器ってオービスってやつですかね。あ、お話が正規表現が立ち見は、あ、ボイム聞こえてないです、私の方には。あ、スピード違反。10時半で那須泊半島入り口ぐらいか。10時半で那須泊一周何キロあったかな。アップダウンもあって昼飯も食ってくるから3時間後だとすると1時半か。0.5キロ、ちょっと今長くて切れました。小湊港ってあっち側に向かえばいいのかな。浜子船だまり、浜子マリーナ、これを右に入るんですかね。ふう、あれ、予定ルートだとこれは特にこっちに行くようにはしてないな。次の半島あれですね、夏泊半島。うん、あれ海岸沿いに。夏泊そんな大変ですかね。最後のアップダウン、最後の 100m 上り以外はあんまり大きな、あの、標高高いところないんですけど、もしかして細かいアップダウンがむちゃくちゃ多いのかな。陸奥湾サニーカメラです。あれ、うん、港に直行しましたね。ゴール。ここに来るんじゃないんだな。あそこがなんとか船だまりか。港に来ちゃいました。叫び、うおーうおー、恐山よりは楽だと思います。あ、でも恐山のですね、野源温泉とか野源愛情の方から、恐山に登る道はすごく良かったです。あれはなんか木陰が多くてすごく綺麗な道でした。あそこ録画しとかなかったのは惜しいな。あれ、1キロ先まだか。とりあえず港確認。いや、ナビに従ったのかどうかよく分かってないです今。犬だ。あ、本当の犬もいるのか。あ、スパイ犬だ。うわー、すごい。昭和レトロ骨董販売所にゃんこ堂、見たかったんですよ。あの、あれなんて言ったっけ、あの象印の、象印じゃなくて、あの象のオレンジ色のあの象なんて言うんだっけな。リサイクルなんですけど、あの古い看板いっぱい貼ってあります、にゃんこ堂。あとこれ、今日はお暑いですね。いや、入ろうって、ちょっとこれでは今日はお暑いですね。お見屋敷っていう状態ではないかな。よく見たらあの船も売り物なのかな、にゃんこ堂。怪しい、やる気ままでしたね。
いや、あれ意図的にぐたらしてあるのかな、気温に合わせて。あ、佐藤ちゃん、そうかそうか、あの像ですね、佐藤か、佐藤製薬でしたっけ、そうか、のとこのキャラクターでしたな、あれは佐藤製薬か。いや、売ってるさっきの船ですかね、それともぬいぐるみ売ってると思いますよ、多分交渉次第。かわいい子、この辺り路肩の調子が良くないな。あ、佐藤君、なんか佐藤くんがコレクションしてあるところもどっかで見たんですけどね、どこで見たっけな。確かあれは、あー、どこだったっけ、あれ思い出せねー、つい最近だったのにな。半期に上りがついてる商品店、うん、あ、ユンケルクラスありますよね。インチ最高、今だったらまあ本当に必死で走ったら150キロぐらいはいけると思うんですけど、まあ上限でそんなもんです。ピコちゃん、よいしょ、あ、よいしょ、これは右折、あ、右折って線路分にいた方がいいかな。あそこか、あそこ右折がいいかな。カフェインの眠気は冷めそうですね、強制的に。パネル、え、線路越えてから、越える前のこの道はダメですかね。あ、越えてからの方がいいかな。この先砂利道かもしれないな。ゲームウォッチ的なデフォルトがこの音です。あ、塊か、うん、なんか黒い線になってるんで、自転車はこれ7万後半で買いました。定価84,000、超えた方が、そうですね、今日そんなに余裕ないし、今日本当は5時半とかに出たかったんですよ。出たかったんですけど、ラーメンとか作って食ってたら起きたの5時前なんだけどな。木工所、あ、いけそうに見えました。まあいいや、安全の方行きます。3ぐらい出たかったんですよ、余裕持たせるために。乗り心地はあんま変わらないです。眠気は今あんまないですね。あ、すいません。どうぞ。私は結構12時まで起きてることが多いですね、どうぞ。下ろうとなんだろうと、で朝はだいたい8時9時に出る。アンテナ、
関数して通ってます。大丈夫です。前方の端っこの席来ましたね。今ちょっと妙、あんなに避けられたのなんで、そう、ちょっと歩行者とぶつかる可能性がまずなさそうな歩道だったら、人が見えない曲がり方から人が飛び出してくるような歩道は怖いです。あとは本当はあれ、自転車も OK って明示されてないと原則的に歩道を走っちゃいけないんですよね。ん？パニア、あ、幅が広いからかな。元、ん？元？外の人。うん。醤油甘いかな。うん。うん。元、何の話かわからない。元。どうされます、わら。この静かな、さっき人とすれ違いましたよ。ん？アルファロメオ？なんか通りましたっけ？ああ。うん。ほどほどに。何だか。那須マリの方はわざわざ通過するのは、那須マリの方に用事がある人しか来ないですよね。五の兵、確か七の兵しか。ああ、なんか突してもいいのかって聞かれたのありましたけど、するという宣言ではなかったですよね。どちらにしても私はすいません、突者の方の都合には合わせられないです。少年院半島の方にあるんですかね、少年院は。笑いの壺、最近笑ったのなんだっけな。ん？ビニール、いや、迎撃よろしくとか、その迎撃目的になっちゃおかしくないですか、なんか。あれ、椿山って地名は。そういや、この間ウエスパ椿山って五能線の駅についてツイート書いてたら、ウエスパ椿山さんからコメントがありましたね。きっと椿山って駅が先にあって、そこにウエスパができて、駅名がウエスパ椿山に変わったんですよって、ある人にメッセージ書いて、でその後ウィキで調べたら違ってたんで、すいません逆でしたって書いたんですけど。ん、ここ右、あ、本当だ、危ねえ、ありがとうございます。全然 GPS 見てなかった。そうか、こっから半島の方に行くのか、失礼しました。危ねえ危ねえ、よっと。沖縄確かに少なそうですね。いい日を。あの上りは古戦橋か、ですね、失礼しました。また大幅に過ぎるところだった。放送中断した時って何でしたっけ。白鳥、ああ、白鳥大橋って書いてありますね。白鳥は冬じゃないんでしたっけ。千葉県の元の村で見たのも冬だったし、あらら、二股右、了解です。あ、伏線ですね。洞爺湖、こっちはやっぱ冬ですよね。ふう、よいしょ。うわー、ずっとなんか集落が続いてるように見える、こっちから見ると。
ナマケモノ7月に、飛べなく、皇居で確か見た覚えあるな。これまあ右というか真っ直進ですね。気持ちよそうだって一瞬ですけど、ホタテラインっていうのかこれ、夏泊にホタテラインで、重浦と中野のあたりにでっかい登りがあるんだな。登る？やっぱ途中ずっとアップダウンなのかな。電波大丈夫ですかね。ホタテライン、してる。ホタテライン、細かいアップダウンがいっぱいあるんだとしたらそれなりにダメージありますね。ホタテマン、いや、マーチン歩道が、ちょっと面白そうだな。どこも大島ってとこにやってみようかなと思います。よっと、あそこなんかすごい木製の橋で島につながってるとこがありますね。あれ大島じゃないですよね、あれは。なんか潮が満ちたらなくなりそうな島ですね。あれが白鳥平市。渡れるかな。自転車の形で自転車降りてって、ちょっと待った。今のところはずっとそうだったのか。よいしょ。大島だいぶ先ですよね。あれさっきのとこどっから、あれか、あの辺かルート、いや、さっきのとこどうやって行くんだろう。これか、この道か。海岸へ。ガクガク、あれどうやって行くんですか。行けませんよ。行けないですよ。行けません。この橋はどこからつながってるんですかね。ボタンで。まあここから写真撮ってきゃいいかな。ここから写真撮って以上で。手前からの帰る道あったんでしょうね。まあここからでいいや。どうせあの橋もどうせ自転車あの橋で渡っちゃいけなさそうだし、めんどくさくなりました。トリコアート、すごい遠さですねこれ。何これ、めんどい。なんか昨日、潮干狩りとかできそうですねこれは。この向こうの人はさんとこつながってるとこはないな。暑いで、よっ。
というわけで先行きます。ん、花火やたむろする。今の海ですね。海ですよね。うん、じゃあこの辺り地理どうなってんだろう。あ、摂氏が、まあ仕方がないです。ポン、人はさっきパラパラ見ました。で、そうか、映像いってないのか。うん、なんか朝所って地名書いてありましたね。地名だったっけ、店の名前だったっけ。向かい風、はあ、そう、今日は、はあ、できれば新青森での祭り見たいので、どうしてもじゃないですけどね、泳いで多分膝ぐらいまでじゃないかな今のは。あ、これは右だな。うん、ああ戦場紙というか刺すじゃないですかね。刺すとか刺しとか。うん、実家って、あ、大港と小港、もちろん大港がでかいです。ドームもあるし、ね、ゴルフ場があるんですかね。てか風が強い。ああ、ん？ちょっと？いや、風はまだ台風のせいじゃないですよ、全然。ホタテの貝殻だ。あ、うわうわ、 あそこでホタテのすごい山を、ホタテの貝殻のすごい山を前にして作業してるおばあさんがいました。あれ一個一個糸通してるのかな。あ、こんにちは。あ、そう、いや本当かよ。ホタテだったらあちこち養殖場ありますよね。いや、焼きホタテは多分あるんでしょうけどね。あ、これこっちでいいか。武田久美子って誰だっけ。向かい風。でもぐるっと回ってきたら追い風ですね。おお、上流上げ。おお、夏まり公園生。あ、そうそう、ホタテの貝ごとあります。あ、ありますっていうか食べました。GoPro10 録画できてる。向かい風。でも昨日に比べたらやっぱり暑くないな。ん？乾燥貝柱。それこっちの方でも昨日道の駅で餅、干し餅がありました。なんとか選手の実家。ホタテの貝で、いろいろ、ホタテ小屋。そのホタテの貝殻の上にいろいろの海産物乗せて味噌味で焼くのが味噌貝焼きっていうこっちの方の名物があります。道の駅でその味噌貝焼きセット売ってたりします。乾燥貝柱。あ、すんだ、なんで仙台、まあいいよな。大根と卵の効果っていうのがいまいちわからないけど、うまいよな。うん、
これは今の運転手さんたちが2人で話してたのか。え、金目もお店は少ないですね。1日は10時間ぐらいですかね。8時から6時ぐらいまでかな、かそれより短いぐらい。さて、体力、まあ疲れない、負荷かけてないですからね。あえて、この辺りなんか少し住宅が新しいというか立派というかちょっと違いますね。10日間建て小屋で買い遊び、なんで恩返ししてんだろう。ジャックナイフ難しい。今荷物減ったからできなくはないんだろうけど、漁師さんのですかね。今自転車整備してたよな。これ今マシーン、オウム返しにするだけっていう。そしたらなんか答えてることになるから一応。だんだん脳が活動、クロックが下がってくると。クロスでそうですかね。あの V ブレーキがあれば、なんとか。買い遊びって なんかあの神経衰弱みたいなやつでしたっけ。あ、おはようございます。ゴープロちゃんと撮れてればいいんですけどね。小さい。あ、そうですね。こんにちは。反応してもらえなかった。じっと見られてるだけだった。おうおう、反応遅いよ。慌てすぎ。キュッキュ言ってましたね、この辺の人は。あ、そうそう、カメラ人間。犬がなんかちょっと反応遅くて慌ててました。あ、もうこんなとこまで来てたっていう。このヘルメット見るとこれですね。ありがとうございます。負担合わせ、あーなるほど、そうやっても遅れてました。ちょっと面白かった。あー、でもなんか那須丸っていう地名自体がかっこいいですよね。妙に夏がつく地名っていいよな。夏、はあ、あとは北海道の地名の北海道の地名で濃ゆい昼と書いてゴキビルだったかな確か。あの地名はちょっと字が苦手な人にとってはちょっと抵抗がある。ソリトビュー。うん、フナ、ナスコとかナスミカンとか人名、ベーゴマになるんじゃないかな、ちょっと削れば。あ、ナスのスカですね。ただ風がうるさい、向かい風で。ちょっと今高速ですれ違いました。あ、ここから先また民家なさそう。そしてちょっと上り、はあ、重く、ああなるほど、はあ、アイヌ語、そうですね、はあはあ、Google のやつプリウスなんだあれ、はあはあはあ、今上りの時には
荷物の重さを感じるな、荷物の軽さを。十和田、確かにそんな離れてないですね、車だったら。風車多かったです、総括を。楽しかった。アップダウン、そうですか、細かいアップダウンだと思うんですけど、結構きついのかな。よいしょ、いらっしゃいませ。ここからは11時か、11時前。なんかこの辺り細々アップダウンがあるのはルートラボで見えてたんですけど、きついぐらいの上りなのかな。そうだ、バッテリー、外部バッテリーが切れたら一旦放送は中断します。で、見どころについてからって、ここは結構見どころなんだよな。でもどちらかというとここまで切っとけばよかったかな。景色いいですよね。青森湾、炭酸、私に今炭酸飲ませていただけるとすごく美味しそうに飲んでみせますから、 CM 撮れるくらいに。今日は自炊道具も焚き火で送っちゃったんで、ボンベしかない。これ結構見どころですね。大島まで11キロ。いいですね。鳥居ですか。味のついてない。そうですか。炭酸500デゲップは。そう、具を先に炒めました。覚えてました。散歩を歩くと忘れる私ですが、そのことは覚えてました。白さんの蓋をすぐ映してて、それはあなたが本当に知れちゃったらいいけど、嫌がらせでやらせてる可能性も除外できないので難しいです。悪意はなくてもすいません。放送をやってるとコメントに対してはかなり私は疑ってかかってます。どこどこの生主さんがどこ行ってたよみたいなのも相当疑ってます。生主として喧嘩させようとする悪意のある人が何人かいるので。見どころ、少しバッテリー持ってますね。延長、まだ今のところは。さっきうまく動いてました。降りられる場所はなさそうだな。上りだ。まずこの上りがどんぐらいあるか。延長来ましたね。悪口言ってたよ。ほらそういう。海辺で海牛ってあんまり直に見られないですよね。延長来ましたね。よし、いけるいける。平和主義というか、まだ登ってる。そうそう、デマとか。まだ登ってますね。でももう終わる。映像まだ来てるのかな。よっ、日陰多くていいな。そうか、
これ北側をぐるっと回る道だから基本的に日陰多いんですね。そう、誰々が細かいアップダウンの1個目クリア。10キロ内でこういうのが何個あるのか。あ、頑張ってますか。海の方からかな、海の方かな。涼しい、いい感じですかね。恐れ山、押したというのは何ですか。押したというのは今日自転車乗りは朝なんか道の駅にマウンテンバイクの人が一人来てました。挨拶し損ねたけど。おう、眺めいいな。あ、海水浴してる人いる。少ないけど。ちょっと今日向に出て暑くなりました。ビーチパラソルだ。ビーチパラソル、あとプール帽かぶってるの、あの子ども釣りを中、親子連れの海水浴に来たと見せかけて多分今の時期は本当はこういう海水浴とかできる気温じゃないんでしょうね、本来は。昨日のその桜温泉っていうところに昨日の夜280円かな、東北町の中で2番目に高い温泉に入ったんですけど、私は。で、番台にいたおじいさんがそこら辺に降りてきてくつろいでて、近所の人が来るたびにいらっしゃいとか言って、でなんかみんなでその辺に座って気温の話題とかしてましたね。30度になったよ、32度になったよとか、明日もまた何度だよとか言ってました。うん、恐れ台、境内温泉、あっちに入ってないです。小屋みたいなとこですよね。あの時はちょっと宿に急いで、宿に向かって急いでたので、クラゲ、クラゲ出るんだ。今年はそれも遅れてるのかな。そう、銭湯より安いんですよ。安いところは150円とかです。十和田湖の方は今回行ってないんですよ。また今度。あれ、何の作業してるんだ。測量の棒みたいなの持った人が海に向かって入っていってますけど、早まるなとか突っ込んだ方がいいのかな、あれ。早まるな、やっぱり測量やってる。海の中で測量とかやるのか。ん？江差町？道じゃなくて、なんか測量やってます、本当に。波打ち際のとこに、なんか、三脚の上に計測器がついてるあのセットありますよね。あれがあって、入水。早まるな。おう、ほとんど平坦。うん、測量でした。うん。道路を広げています。そうか、なるほど、海の側に広げるから、そういうことか。なるほど、拡幅で。うん、九州はちょっとまだ考えてないです。もう、そう、伊能っていう江差も紋別も、江差と紋別って言ったらオホーツク海沿いの方ですかね。江差はもう一箇所、函館から西の方にありますけど、他にもあるのかね、江差は。アイヌ語の語源が一緒で漢字だけ違ったりするから、割と同じ名前の、同じ読みの地名ってありますよね、北海道は。あとはどんなアイヌ語から発生したの、どんなアイヌ語に当てたのかわからないけど、ペンケオートマップ川とかありますね。オートマップ。
あ、ほつく。いいの。馬追い。いいの。もともとこのヘルメットの上のマウントは犬用なんですよ。ライトマウントにつけられるんで、犬って。トンネル、そうですね。オトイネップのあたりですよね。おあのえっ、ー、とオトイネップから北の方にいたところだったかな。ペンケルマと、まっすぐはバイパス。了解です。あそこのトカップ、ずいぶん違いますね。シムカップとか、あとニーカップとかありますよね、カップシリーズは。イノトンネルないですよね。オトイネプはそばで有名なとこですよね。イノ、あれ道入れない。一応入らないでおくか。道が封鎖されてます。あと屋根塗ってます。ネップ、でもネップっていう地名もありますよね。ネップステップジャンプっていうポスターが貼ってある郵便局見た覚えがあります。確か黒松内の近く。次を右って、さっきのとこ入れませんでした。次ってのまだ次かな。次分かりました。次を右っていうのは予定ルートでもそうしてます。いやね、ゲップ、そう、ネップ。もうすぐ右ってあそこかな。あの辺りか。さっきのところは漁港のとこだから入れなかったのかな。次右へ、海沿いですね。ピップは、そうですね、比べるに、確か私ピップ駅で列車が立ち往生したんじゃなかったっけ。現金の持ち合わせがなくて、明日の城っていう徒歩宿の最寄りの駅から、森手っても車で結構あるんですけど、から、あれは、美幌じゃなくて、なんだっけ、美瑛か。美瑛まで列車で移動しようとしたらお金足りなくて、一駅前の北美瑛までだったらお金が足りたんで、そこまで切符買って降りたんですよね。その時途中で列車が止まりました。おっとっとっと、キャンプ場。松林とキャンプ場があるのかな。カードが、確か、そう、旅先で下ろすことはできないんですよ。12月。バッテリーがもうそろそろなくなると思いますけどね。まあ、この調子で行ったら大島まで行ったところで一旦放送を止めて昼飯食えばいいかな。そしたらちょうどいいぐらいですよね。あとはどこから再開するかな。お昼配信は、おう、店、まあでも昼配信は、ん？次の、ちょっとわかんないです。大島で何か食べようかなと思います。時間多分ちょうどいいぐらいだと思うんで、昼前には着くかな。あれ、キャンプ場どこにあった。松林がありますね。タコの頭ってのはなんか今日だっけ、昨日だっけ、もうコメントありましたね。タコの頭、朝虫、そうですね。最後のアップダウンのところは歯入ってるだけなんで、そこのところは放送を飛ばして録画だけしといて。パンですか、パン。昨日の道の駅バッチリでした。割とスペースがいっぱいあって、これがキャンプ場、この辺りが
海岸には松ですよね。私も実家の方がそうなんで、タコの頭。これキャンプ場だったのかな。それらしい施設が何も分からなかったですが、昭和、キャンプ場という看板もなかったですよ。さて、またしばらく何もなさそうですね。昼配信でもあまり、実家海の中道はまあ割と近いですけどね。海の中道は私が初めて子供の頃、友達と一緒にママチャリでロングライド、まあ、片道10キロぐらいだったと思いますけど、タコの頭、東の風2キロ、大島で放送をやめたら浅虫温泉で放送再開するのは1時間半とか2時間後とかそんぐらいになるんじゃないですかね。多分一応今ここは出しっぱなしにしときます。サイクリスト、いや、あの頃はですね、スポーツ全然やらない子供でしたが、あの持久走的なスポーツだったら結構いけるっていうのを初めて実感した時です。昼2時ぐらいですかね。ちょっとすみません、あのそのあたりの時間は全然距離とか見てないんで。自転車は子供の幼稚園、保育園の頃で、あ、ちょっと今コメントを聞き逃した。そうですね、持久走とか昼寝はもしかしたら食ったら眠くなったらやるかもしれません。あ、これも夏泊半島ですよね、向こうの見えてるのも。いや、早いってわけではないんですけど、遅くもなかった。ここ、あ、それはなんか、どこどこ映してっていうのはどうなったんだったっけ。すみません、補助輪。いや、保育園の時に乗れてたと思いますけどね。保育園の時に、保育園の運動場で、独特の、伊豆っぽい、ああ、そうかな。でも伊豆の海岸線こんなに平らじゃない。伊豆アップダウン多すぎ。西伊豆とかふざけんなってぐらい。でも西伊豆の松崎とかいいですよね。あそこに前ユースホステルがあったけど今もあるのかな。山陽荘。フェリー降りたところが、フェリー降りたところっていうと、降りたところは、私が降りたのは、脇の沢か。電飾。その頃私は自転車よく知らなかったです。多分リアルタイム世代だろうと思うんですけどね。西伊豆は、道のアップダウンがひどいんです。100メートル、200メートル級の上りと下りしかないです。平地があんまりない。霧多いですか、あっち。私、伊豆で霧見たことないんですよね。熱海のあたりも、逆効果。海、あ、ここのあたりですかね。向こうにかすかに見えてるあの大陸、大陸じゃないや、島は、下北半島か、あれは。下北半島で、向こうに肉眼でも見えるか見えないかぐらいなのが北海道かな。小さい頃乗ってた自転車、ちょっともう忘れましたね。どんなんだっけ。大学の頃には、親から買ってもらった、伊東島、多分ないと思います。緑色のドロップハンドルの自転車乗ってたような気がするんだけどな。よく覚えてないな。確か旧3号線沿いの自転車屋さんで親に買ってもらった覚えがあるんだけどな。親としてはなんかそれで遠出をすることを期待してたらしいんですけどね。全然そんなことしなくて。
伊勢志摩行きました。伊良湖岬から渥美半島から、あ、ちょっと何でもかかんないです。スポーツ自転車としては3代目、4代目。オートバイにはそうですね、今のところは。錦とかロードマンとかの区別もよく分かってないんですよ。あの頃は自転車はそういう意識せずに本当に足としてしか使ってなかったですからね。今のこういうの始めたのは社会人になって、ママチャリが壊れてアルミマウンテンバイクを買ってみて家の周り回ってたのがどんどん広がっただけです。あ、キャンプ場錦のホタテライン、ユーラシアというのもありましたね。リモハツセル電池の山下達郎って超大物歌手ですよね。山下達郎ってクリスマスの人ですよねって言ったら言い過ぎか。差し入れですか。あ、ちょっと待ってくださいね。これ確か右に違うか。今差し入れ、とりあえずがよりくんありがたいかな。暑いので、そう、なんかリムだけ外すってんじゃないですよね。ホイール外すってことですよね多分。ちょ、こっち行けるかな。あ、常に右。ここは予定ルートではフォローしてなかったとこだな。ガリガリ君この辺りでそんなに簡単に買えるかな。まあアイス的な、お、ん、知ってるなんて、なんだっけ。あ、ホイール迷ったら右、なんか違う瓶に取られそうな磯の香りがちょくちょくするんですよ。磯というか、なんていうのかな、少し据えたような海のものが、コンポタージュは嫌、コンポタージュは今食べたい心境ではないですね。コンポタージュ家で落ち着いて正座してくる感じかな。コンビニ、そうですね、五能線のあたりとか本当に全然見なかった。港町でこの青色のこれは何ですかね。青森まで、そうですね、というご飯、おお、いいな、いいのかな。うん、あ、リッチシリーズってコンポタってリッチシリーズでしたっけ。60円、50円60円シリーズじゃないんでしたっけ。ペペロンチーノ、よいしょ。あ、おはようございます。あ、うん、自転車紹介とりあえず大島に着いてからかな。着いたら自転車紹介して放送を止めて昼飯食って、あ、間に合わなかったら、ですから新幹線なんか払い戻しはかなり返ってきますからね。飛行機はプレミア、私は右。あ、ここにも宅急便取り扱いがある。ホタテ宅急便、ん、いや、かなり黒いですよ今。あ、おはようございます。大島まであとどんぐらいで、5キロぐらいか。いいですよね、夏泊まり。かなり汗で流れてると思います。あと顔洗ってて拭いたりすると。ホタテですか。なんかやっぱ現地でフードマイレージを上げずに食う方が
今日は新青森に15時に着くのが理想なんですけど、まあ17時ぐらいに着ければ大丈夫です。職場にはまあ適当に人数分あの軽いものを買います。実家に、そうですね、実家に送るとしたらできればこっちで自分で食って、これはうまいと思ったやつを送るのがいいんですけど、うん、ちょっとさっき、ローカルかしらってリニアサイコロ5個だったっけ、4個だったっけ。うん、前のマウンテンはバラして部屋に置いてあります。置いてありますというか、あの箱に放り込んであります。日数にだって今日帰るから。あ、キャンプ場ってこれですね。あ、これ綺麗。おお、なんか小さい黄色い花が咲いててすごい綺麗ですね。今ここが地名は椿山。ぐんぐん、いや全然変わりわかん、か、あの変化わかんないです。なるほど、これは確かに座って海眺めてるっていうのもよくわかるな。ひばに中華とはどこ行きたかったですね。フレームダウンチューブのヘッドに近いあたりに半周ひびが入ってました。過去の写真を調べてみたら結構前からひびあったみたいなんですよね。ちょっとデジカメ写真じゃ今一つ見づらいんですけど、多分数週間前からあったと思う。ただあのギーギーってすごい音がし始めたのは淡路島の1日目の終わりあたりだったんですよ。横山、あ、椿山海水浴場か、ここよろしいですね。あ、そういうのが、ようこそ平内町、統計いよいど、北緯よいどの町、141度と41度らしいです。向こうであれ、潮干狩りやってんのかな？潮干狩りというか、なんか、海辺の生物を乱獲してるところかな、あれは。マウンテンバイクは、いや、このクロスバイクで私の用途だったら十分ですね。左に店、あのクリーム色のところかな。いよいどとよいど、よいしょ。釣り人は、あれ釣り人かな、釣り人かもしれない人が、あ、店ってこれですか。これは、これ店じゃなくて、網干し場ですね。網が干してあります。どうだろう、これ夏場は営業してるんですかね。あ、でもトイレある。そして500のコーラがなぜ3本捨ててあんだ。あ、岬、あ、うわ入ってる。そしてこっちは開いてねー、このコーラ開けてない。どんだけコーラ余らせてんだよ。コーラの缶が1個からで1個中身が入ってて1個開いてません。なんでそんなコーラの500缶が好きなんだ。いただきましょう。ちょっと吹き出すでしょうね、あれ開けたら。どんなんだあれ。中身入ってました。
落としたって。ゴミ拾い、ちょっとあれはでかいな、重いな。ゴミを拾っていく負荷がでかい、私に対しての。多分あれね、だいぶ暑くなってると思うから。たまにあります？ああ、開けてないの。ああ、でもゴミ捨て場があったらそっちに移動させておけばよかったな。熊が飲みきれないですよね。ポンジュース、まだバッテリー持ってるな、すごいな。6時半からだから、5時間ぐらい経ってますよね。あ、古い方のバッテリーもまだ意外と生きてるな。で、新しい方のバッテリーは給電開始ボタンが押せない状態になってしまってます。何が最高。大島パーク駐車帯1キロ先、もうすぐだ。前のバイクはバラして箱に入れて玄関先に置いてあります。特にどうするわけじゃなくて、ただ一時置きしてあるだけ。処理、処分に困ってるだけです。でもフレームは復活させられなくもないらしいので、フレームは捨てがたいかな。パーツは XTR とは言っても、もういい加減ボロボロだから。熟成期間。サイクル、あ、灯台がある。あれが大島？ん？道の駅？ここっていうのは今どれのことですか？さっきのコーラが捨ててあったところ？ロボリスナーに。ロボリスナーっていうジャンルもなんか私は抵抗あります。写真付きで。ああ、なるほど。説明として。前から見てくれてる人のために。橋で渡るって書いてあったけど、まだ橋見えないな。まあ愛着が意外とゼロじゃなかったということが分かったんで、自転車に対する愛着がゼロじゃなかった。これはクラック入ってもうダメですねって言われた瞬間に少しショックを受けて、それ自体にびっくりした。島戸城後、島戸城後。電波。あさってあたりから、明日の朝からでございます。あ、大島、駐車帯まだ先か。駐車帯の先か。映像リスナー、いや、そっちの方じゃなくて、私は俗人的、なんていうのかな、自分のキャラクター性はあまり出したくなくて。それ自転車旅行のコミュニティっていうのはないですよね、多分。自転車部があって、あと自転車祭動画のコミもあるんだったかな。でもまたコミ作って人が参加するのしないので、また派閥がどうとか言う人出てきそうだからな。ああ、めんどくさい。あ、ちょっと今コメントばっちゃすいません。大島パーク駐車台だけど、大島はまだ先。無表情なヒロイン。誰だろう。ヒロイン無表情。無表情ヒロイン。信長を溶かして。よいしょ。いや、まあ、先駆者というか、なんというか。引き体が、知らなかった。引き体って今使わないんですか、じゃあ。私、未だに引き体下手で、普通に非引き体で書いてますけど。大島だ。橋は？橋はあれか。
私も泣けたんだ的なっていうのは何だろう。大島への橋長いですね。あ、長崎駅が、さっきもなんか長崎駅がどうっていうコメントあったな。話題に目撃されて、あれ店ありますか向こうに。渡る手前に店があるのかな。90何年から、あ、引きたいが、そんな前からなんだ。あの B とか F とかの区別が今一つつきづらくて、私は日本の習字、あ、手前なんですか。じゃあその手前のところで、島にはこれ歩いて渡らざるを得ないですよね。自転車行けないですよね。サインは、なるほど。T と F、あー確かに渡れるはずですよ。橋があるって、鳥居もある、逆立ちで、あと真ん中を通れば。さて橋本当にそういうのもやりそうですよね。なんかコンポタージュ味はツイッターからの、ツイッター付ての情報によると、最近赤城乳業はチャレンジしなくなったとか言われて意地になって作ったとかだとか。そう、端っこじゃなくてチャリ、まあ5万ぐらいからの自転車であれば、まあちゃんとしたっていうのも区切りもおかしいけど、まあ安心して乗れるんじゃないでしょうか。着いた。この時点で11時半か。まあまあかな。水陸大ヒット。ひょうたん島みたいな島。うわ、なんだこの車の数。お、無料駐車場となりました。パンコの修理はできるか。サンライズ福祉、あ、店っていっぱいあるわけじゃなくて、あ、食事喫茶、なるほどね。なんか自転車の残骸みたいなのが。引っ掛け釣り、さあ1本300円。あ、なんだろう、ハタハタよりは小さいかな。あ、こんにちは。あ、店ありますね、いっぱい。あ、ここで昼飯ですね。観光地みたいです。うん、並びにいろいろあって、青森と、わー、カモメだらけ、カモメだらけ、そこら辺にいっぱいカモメがいます。コーラ500買いますか。あ、これ船着き場ですね。これがあるのとないのとで上陸のしやすさは100倍ぐらい違います。どうしよう、今11時半で、先に島に渡ってスタバあんのか、神社、あ、あれですかね、あそこにちらっと見えてる。あ、よいしょ、江ノ島みたい。あった、あ、すいません。カモメ何がある。カモメの卵っていうお菓子聞いたことあるな。あ、またノブドウだ。なんか青森に来てからノブドウっていう、あの観賞用で実が綺麗な、あのブドウの種類、一種、あの山ブドウとかとは随分違うものらしいんですけど、ノブドウがあちこちありますね。カモメがまたいる。風が、カモメ逃げる、逃げた、重そう。いや、これ道路じゃないですよ、これただの、なんて言うんだろう、テラス、テラス、
テラス。湯布団。湯布団もありますね。カモメのあれです。カモメの宝物。よいしょ。じゃあちょっとポタファイ持って少し歩いてみますか。あ、テパが命命、ちょっと待って、ポタファイ持って、ポタファイどこ行った、そう、ナス止まりです。今カモメの卵はおかしいですね。あれ、ポタファイどっちだったっけ。よいしょ、どっちだったっけ。ところで、あれ、どこやったっけ。うん、ごめんの、消えた。何騒いでんだ。ポタファイどこに入れたっけな。繋がってるから持ってるのは間違いないんだけど。もう一度接続。おう、繋がらなくなった。ポタファイどこ入れたっけ。あ、来なかった。そう。繋がらないな。こっち向きに倒して。よいしょ。からね、どうだどうだ、繋がったか。あ、そうだ、あと GPS、 GPS。 どうだ、まだ来てないですか、まだ来てないですか。よいしょ、それを食ってないから今繋がってる。残り88120。あー、電波良くないな。電波答えて、電波は悪いですね。意味がない。あ、ちょっと来た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 。 OK、 じゃあ今のうち行きましょう。よいしょっと、自転車降りていきます。あ、そうだ、自転車見せるって言ってたんだっけ。自転車これですよ、これ、こんな感じです。こんな感じ。あ、上り速度だいぶいってますね。今完全復活してる。映ってますよね、自転車。そう、タイヤ 32C です。こんなの水道ステッカーですか。ステッカー類とかは全然貼ったことないな。うん、寝ている、乗してみたいな。立てかけられないので。強くお姉さんの方がいいんじゃないかな。だけどとりあえず島まで渡って戻ってきたところで放送一旦止めます。そう、新しくしました。ここの辺りは見通しいいから電波あっても良さそうですけどね。緑のやつは部屋に箱に入ってます。バラして光混じる拾いに。おお、あー、魚いるいる。おお、なんかグッとくるな、こういうのは。角島ではありません。でも確かに橋があれのミニチュアみたいに見えるな。このグッと盛り上がってるところとか。それが新しい女ね。今のは
今の宮崎トムっていう芸人さんなのかな、何さんなのかなっていう人の芸風をちょっと真似た感じにしたんですけど、あの宮崎トムでニコ動検索したらろくでもないサントラがあってちょっとびっくりしました。あのサントラの9割ぐらいは下ネタというのもおこがましいぐらいの直接的なネタの歌ばっかりでしたね。チェンジ、おー海きれい、きれいとかね、手前になんか白いところがあるな。検索いやしなくてもいいと思います。ヒントは大冒険もあの人なんだっけ、あの塊魂っていうゲームの王様のキャラクターの声の人なんですけど、あ、フラッシュ時代でいうとあれですね、あのペリーの人です、ペリー。お、聞かない方がいいと思います。え、神社どこにあるの、あれトイレだった。ずっと歩いていくんだったらちょっと、ね、入り口だけにしとこうかな。うん、あ、ツリー、何を検索したのやら。うん、そう、開国して何の人、やった、うん、女性、確かに女性いっぱいいますね。なんで若い人とかがいるんだろう、ここに、ここに何があるのか。どこまで行ったらこの島制覇したことになるかな。体の周りが、もうちょっといてから振り返ろうかな。振り返ったらそれなりの景色が見えるんじゃないかと思うので。ああ、パワースポットとかあるかもしれないですね。頭が変って言い方ひどくないですか。頭の上が変ならまだしも、頭が変っておかしくないですか。宿命島、ああ、この辺りまでかな。神社、ああ、なんか上に階段ありますね。ああ、どうしようこれ、この階段登るかどうか迷ったら行かざれないな。うわあ、きつそう、消耗してる足にはちょっときつそう。登らざるを得ない。やったった、これ下りは怖いな。うわっ、草刈ってねー、短パンの足が切れる切れる。よいしょ、はあ、はあ、そう迷ったら行かざるを得ないけど、長いなこれ、長いな。ゴブタサセックスとか直接的によく読んだな今、漢字で読ませたのかな。そう、階段国土に比べれば、ちょっと待った、この先どうなってる、え、うん、あー、あったあった、一応あるけど、長ズボン推奨、なんか手にいっぱい花粉みたいなもんがついてる。うわー、後で痒くなりそう。出身の方いらっしゃいませ。我らより。あ、少し開けてきた。開けてきた。あれ、上からの景色あるのかな、本当に。あった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 。後ろまだ振り返らない、はあ、ふくらはぎそうですね、はあはあはあ、振り返る山登りですね、
大根の脱水に。60以上の。本当に景色待ってんのかな。忘れ。富士山みたいな。ケーブルが引っかかってる。水持ってくれよ、方の飲み物。登山です。いやー、ちょっと待ちよ、止まった。下りが怖いよ、これ。お蝶々よよっと、ダンジョン。こんなはずじゃ全くですよ。こんなにあるんなら登ってこなかったよ。GPS は、待った、これ頂上じゃなくて向こうに向かってませんか、これ。今いる場所は、あ、でももうすぐで標高60あるじゃないですか。標高高えよ。なんかカモメの羽が一面に飛び散ってる場所が。痛切。なんて言えばいいけど、あの階段無理でしょ。下るならともかく。標高60、読売ランドに下から足で登ってるようなもんですよ。大島。これはこっちがまだ先に続く道で、左のこれがピークだな。反対側にの降りる前にピークがある。ここまで何分登ってきたのかな。下りどんだけかかるかな。15分かかったってるか。お、登山する人いないですね。ここで、ここに三角点かな。三角点ですよね、これ多分。三角点ってちゃんと書いてある。なんか三肉点って見えるけど。さて、これはイチジクかな。わあ、景色いい、景色いい。あ、上から撮ったらちらっとなんか見える。やったー、素晴らしい景色。好きだ。三角点到着。絶景ですね。これ多分イチジクだと思いますよ、この葉っぱの形。さて、もうちょい、本当かよ。絶景でした。この先確かにもう一つピークあるっぽいんですけど、よっ、剣岳。やり遂げた感ちらっと見えてますね。ヘルメット持ち上げ、ちょっと待った。よいしょ、 GoPro 用に。そうなん。じゃあとりあえず持ち上げますね。どうだ。落ちた。なんか見えますか。私に見えないんですけど。絶景見えます。
これでよし開けるから、よっと、ちょっと待った、ちょっと今バンダナが取れたので、よっ、ちょっと、あー、これ片手やるの難しいな。野生のリンゴ、よいしょ、ちょっと木に引っ掛けて向こうにちょっと見えました今。よいしょよいしょ、投げてみて、線が切れます。よいしょ、あ、ヘッドセットが落ちた、ヘッドセット落ちた、よし戻った。なんかアリガワシ張ってるな、アリ、よいしょ。さてもうちょっと先見たら本当に景色あるんですかね。よいしょ、でも、もう先に行くとまた結構距離があるんで、ここで一旦戻るかな。誰も来てないし、こっちな、ここまでまだ倍ぐらいありますね、次のピークまで。高度今これ68メートルと出てます。5分も本当かよ。じゃあどうしようかな。下山推奨大島です。夏止まり大島、絶対後悔する見晴らしで検索、現地で検索、先行け。落としたぞ。夏泊まり大島で画像検索すればいいかな。本当に上からの景色が存在するのかどうか。知られてるんだったら絶対に画像検索で引っかかるはず。こんなことやってる間に先に行けるんですけどね。さあ来い。イベント今のはラグかな。会員制、こら、画像検索、あー、やっぱりこっちから見た写真ないですね。次のとこ行かなくても5分で絶景ポイントですか。ちょっとだけど、そう、その5分5分って言ってるのがなんかすごく疑ってかかってます。毒矢が、前日に、そういう考え方もなくはないですね。やっぱ出ないですよ、景色出ませんよ。エレベーターがないな、よし帰る。もう5分と言われようともう心は動かされないそれで後で本当に本当だったらネタになるな、それはまた灯台だいぶ先ですよ、あれいるか、騙されねえ。まあとりあえずイチジクが生えてるのは分かった、イチジクっぽいのが。ここからまたあれ下るのか。4分、あ、1分縮まった、じゃあ行こうかな4分だもったいない。ゼケット開発、マジでマジでマジですか。
でもう決めてしまったからすいません。いちじく先ほど拝見できないのです。これ灯台だいぶ先ですから、側台の方がよいしょ。自転車、いや自転車の心配今のところしてないです。家族連れしか来ないようなとこで季節が違う。よっと、こんにちは。あと8分で12時。まだバッテリー持ってますね、外部バッテリー。よいしょよいしょ。フラルトグリーン、マツタケ群生地、マツタケって置いてたのにすいません、 へこたれました。あふう、全くなぜこんなところに。すぐなんかあると思ったんだけどな。ソビューに。ただこれってGoPro の方はですね、滑らかすぎて気持ち悪くなるんですよ、歩きの場合。うんと災難。よいしょ。なんかひっつき虫がついてた。うん、ひわい。そう、滑らないようにしないと、絶景だったのに。そう、嫌がつくとなんか嘘っぽくていいですね。いいですね。ふう。階段のとこまで来たけど、こっからがちょっと、やぶこぎみたいで、手足が痒くなる。またじゃりも。と、うん。5万円来年取りに。うん。ちょっとすいません。やっと。そう、なんかくっついてるかもしれないですからね、いつの間にか。よっと。うん。5メートル大蛇。結局行かない。よいしょ。よいしょ。そう。下りの方が、まあ、筋力的には楽なんですけどね。私はバランス的に下りの方が苦手なんです。よいしょ。徳川。ジョジョ立ちで滑れてどういう状況なんだ。よいしょ。行けよ。よいしょ。マウンテンバイク、そうっすか。うん。よほど。おぉ。バリアス、膝に悪いですね。直接的に全体重かかるから。ですねって言って、それで足壊したことないんだけど、膝壊したこと。すねの、うん。二水晶温泉で、ああ。なんか変な模様がついてるな、ズボンに。なんだ今の反転は。戻ってきた。生きて帰った。このぐらいの景色でいいんじゃないですかね、心当たりの景色で。まあ松の木邪魔だけど。夏止まりの先っちょの方です。あ、延長したけど、もう戻ったらそこで放送止めます。昼飯食うので。12時か。12時でこっから朝虫が臨行、朝虫から臨行するとしたら、ここで、いてててててて、絶景、よっつ。あ、ここでもいいな。ここもいいな。灯台、ああ。灯台の方、だいぶ距離がまだ先だったです。だったです。がっかりした。ダブルがっかりか。よいしょ。昼は、まあ昼はご飯物ですかね。あーち。日の当たり出てくると暑いな。はあ、あ、でも風が涼しい。何してたのかしら。お。かゆ、かゆ、かゆ。あ、もうちょっと、自転車のとこまで戻ってから終わります。浜風の福のりもつみぬらん。ん？浜風のふへくのりもつみむらん、昼やしほての水もあさみに。ちょっと頭の中で変換できない。
どういう感じに変えればいいんだこれ。菅江真澄サドル、またブロッコリーか、またカリフラワーか。あー、何も何もっていうか分からなかった。あー、なんか海見て黄昏れてる人たちもいますね。ん？飯食った後どこに？うん、現代かな。赤は。途中で線切れたりしてないよな。GoPro はまだ大丈夫です。あ、手がいなかった。あそこに自転車見えますね。あそこに店がいっぱいあるんで、すぐそこに観光ポイントみたいです。やった。あれ、さっきあの若い女性3人組いましたっけ。若女性3人組っていましたっけ。うん、青いマリですとふざけたってひどい。まださっき行ったっけ。ナンパ町、ナンパタウン、東京ナンパストリートみたいな。ありましたっけ挨拶。うーん、しづらい。この格好でノーチェンジ。うん、私にご飯はツイッターで後で報告します。ナマコか、そんなうまいんかな、ナマコって。酸素欠乏症で記憶が。あんまりパフューム、今なんかあのん？ナンパ配信加藤もいますね、加藤も。どうしよう。あ、じゃあもうそろそろ自転車戻ったら終わりますね。あ、うん、毎日、まあ、基本的に続けてやります。カモメだ。カモメが待ち構えてやがる。砂虫は見てないですね。カモメ逃げた。1羽、2羽、3羽。みんなあそこで同じ方向向いて止まってる。よっしゃ、戻ってきた。自転車大丈夫か。うん、結構逃げるな。あ、ちょうど12時。あ、逃げる逃げる。鳥の、お、鐘の音がいましたかな。聞こえましたかね、12時の鐘。うん、じゃあここで終わらせます。旅行配信終わったら次の旅行配信まで何もしない。ブレーキのワイヤー倒してるの、倒してるから。じゃあありがとうございました。また多分2時間後ぐらいに浅虫温泉のあたりでやると思います。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。よし、じゃあ GoPro もここで終わらせます。ありがとうございました。